旦国道107号線に出て、それから国道105号線を通って市内中心部に向かってみます。105号線、右折した国道105号線なんですけど、そこをまっすぐ行くと大館の城空港にも行けるようです。大館の城空港まで10キロ。この辺りは左右に田んぼが広がってます。ただいまの気温10度。大太鼓の里の橋だそうです。これ面白い名前だね。ショッピングセンターが見えてきました。県道102号線高野市市街地方面に向かいます。すごいな、いろんなお店が。秋田は歩行者ファースト中綱交差点というところ、秋田市内はまた後でゆっくり走りたいな。どうしようかな。確かあの駅前の商店街、銀座通りでしたよね。違ったかな。
と今逆光になってるので画面が見づらいかもしれません。ここかな。以前も動画出したことあると思うんですけど、どうしよう、せっかくだから駅の方まで行ってみようか。どこかで U ターンをしないといけない。流れか、左折します。高野市町産業会館、いいね、バイク。SL が展示してるし、113なんとか。高野巣駅前の商店街を走ってます。確か銀座通りっていう、あ、そうだね、書いてる。思いやりのある町、銀座通り。ちょうど正面に、JR 奥羽線の高野巣駅が見えてます。奥羽線か。あれ、駅前入れたのかな、ロータリー。どうだったかな。コインパーキングは特に見当たらないな。信号1個進むと1個止まるパターンだね、これ。本当に1個ずつだよ、信号。ようこそ北秋田市へ。JR 高野巣駅に到着しました。
田内陸中間鉄道高野線、JR 高野線くっつけるんだな。ここは案内マップ、ここは無料で止める駐車場なのかな。JR 高野巣駅を背にして銀座通りを南に向かってます。ようこそ大太鼓の里へ。どんとこ阿波踊りの街銀座通り。C11372 という機関車がある公園です。西高野巣駅なんてのもあるんだ。どこかで U ターンしないとダメだね。ここで U ターンさせてもらおうかな。左折しようか。毒がある。ここが県道24号線かな。どういう左折？大町一丁目交差点です。ここ左折かな。
右手には北秋警察署が見えてます。まあ、その向かい側左手ですね、消防署があります。ここまっすぐ行くと秋田内陸縦貫鉄道でしたっけ、西高野駅があります。上中台踏切っていうのかな、あれこっちからじゃなかった左側にあるんですけどカメラでは映ってないですよね、きっと。砂利道だね。戻った方が良さそうだね、これどっかで U ターンして。ここで、いやーでも危ないな、脱輪しそうだ。すごい道路補修してある、穴ぼこだったんだね。この道結構交通量多いんですけど、どこに抜けるんだ。西高野駅映ってるかな。右側に立派な建物が、東中台っていうのかな、交差点を見ました。